はい、ということで始まりましたスタジオトラベルのお時間でございます。よろしくお願いします。いやいやいや、ということでですね、はい、サイオンジトラベル3人でやってるんですが、はい、日本での撮影1年ぶりでございます。どんな国際的グループやねお前。アーティストかなんかですか、ちょっとX ジャパン帰国みたいになってますけど、サイオンジトラベルの方もますます気合を入れてやっていこうじゃないかということで、はい、これちなみに夜ではありません。そう、はい、今何時ですか。5時51分です。年明けの早々朝5時51分のここ新大阪に来ております。はい、ちょっとこれからね、上越の方にねスキーをしに行こうと思ってるんですよ我々。はい、で、まあ、せっかくなんで、はい、まあ、こっから新潟までって新幹線一本では行けないわけですよね。東京を経由して、そしてまあスキーに、まあ、スキーに行く動画とかまた別で出すと思うんですが、これまたお得にね行けるということで、はい、今回はその東京までね朝ごはん食べに行こうじゃないかと。食べよう、はい、ということでモデルコースをねちょっとご提案したいなと。ここ新大阪を朝一番に出るのぞみ号、ちょうど6時ちょうどの新幹線があるんですよ、はい、のぞみが。これ乗ったら2時間半で東京着きます。そしたら8時半ぐらいに東京着いて朝ごはん食べることができるという築地行きましょう。本当にね素晴らしい時代なんですよ。最高よ。そうだから、そう築地とかね市場は移動しますからね。あ、そうそうですよ。時代に取り残されてるって築地に市場があったのは、まあ、昔の話、昔は列車来てたからね築地まで。そうなん。ただ今は移動しましたよね。どこに行きました。豊洲。そういうことなんです、ね。今平常しています。築地市場は営業しています。ということで、とりあえず東京にモーニング食べに行こうということで、始発の新幹線で行く東京モーニングツアーということでやっていきたいと思います。ということで、ちょっと早速もう始発出ちゃうんで移動していきましょう。よろしくお願いします。お願いします。いやいや、朝の新大阪もこれでも人が多い。入れてください。乗車券特急券入れてください。これがね、昨日までねのぞみ12本ダイヤっていう頭おかしいことやってまして、だからまあ朝一番に乗らなくてもこんだけ本数あるんで。いやダメダメ、朝一番に乗った。何のこだわりなんそれ。そんな参考なるかなこれ。なるなる。誰がバネすんの。みんなバネ。東海道新幹線朝が早い。こっちです、こっち。まあどっち乗ってもいいけどね、こっちが朝一番なんで、せっかくやったら朝一緒に乗っていきましょう。まあ、朝一に大阪出たらねどれぐらいできるのかっていうのもね、ちょっと参考にしていただければと思います。ということで到着しました、東京駅でございます。ございます。時刻の方8時半ということで2時間半で着きましたね。何してた。寝てた。人多かった、ね、人多かった。いや、やばい、めちゃめちゃ多かったな。僕も始発に乗るのってなかなか久しぶりだったんですけど、まあ、こんな混んでたんだなと思って、指定席もグリーン車もほぼ満員だったということで、いい感じのねこうキチキチ具合で来たわけですが、始発に出たメリットですよね。まだ8時半です。すごい、この時間に東京に来れるわけですよね。こっから余裕で朝ごはんを食べに行くことができるということで、築地の方にね行きましょうか。こっからやったらね丸の内線と地下鉄乗り継いでいくのが早いと思うんで、それちょっと行きましょう。カベちゃん興奮すんなって、ダッシュすんなって。カベちゃんリュリーがそれリュリーが。いやびっくりするね、まだ1時間目始まってないで。8時58分にこちら築地に到着でございます。見ましたよ、築地場外市場。昔ここら辺までね、あの線路の引き込み線があったんだよ。貨車に乗せて魚を運んでたんですよ。へえ、そうそういうことができたんですけどね。おお、雰囲気あるな。やっぱね朝早くからやってるな。やっぱ魚は朝やから。うん、そういい時代になりましたな。僕たち大阪から来てるんやで今日。考えられない。お寿司三昧や。社長が毎年さとんでもない値段でさマグロを競り落として、それが振る舞われるんですよね。卵焼きがねずっと探してたんだよね。まずは丸竹。あ、テリー伊藤さんやん。ほら本当だ。テリー伊藤さんいるやん。連れてきすぎだよ、あのメガネ見て。メガネ見て。お箸は申し訳ありませんが、分厚っ。プルプルや、プルプル。焼きたて100円。これはうまいや。絶対うまい。来ましたよ。めちゃくちゃうまそう。カステラの匂いする。焼きたてや。いただきます。はいはいはい。プルプルなんよね。だし巻きっていうより卵焼きって書いてあったよな。プルプル。うわ、甘い。あ、うまっ。どうすか、食べちゃん。うまい。思ったより甘い。ほんまにカステラみたいな。あ、デザート感覚でじゃいけるんだ。だしが入ってるな。だし効いてるわ。100円ってまた安いじゃん。安い、確かに。めっちゃいいもん見つけてしまって、ちょっと見てもらっていいですか。これがね、すごいんですよ。
じゃん、ビーゴ和牛スープ、これ絶対うまいやこれ。これすごいで、すごいな、幸せを売ってるわこの店は。ちなみにあのここ来てから海鮮1個も食ってないけど大丈夫大丈夫、これはすごいぞ、トロトロですよ。朝から食べ歩きはいいな、やっぱ楽しいな。うん、楽しい。いただきます。プルプルホルモンかな、ホルモンかな。うまっ、うまい、溶ける、溶けるんや。お肉の旨味が出てるな。ベースはこれなんなの、何が入ってるの。玉ねぎとネギと、うん、とホルモン、うん、味は、うん、どう、カベさん、コンソメ風感、溶けるな、うん、コンソメ風感、そうなの。チキンブイヨンが効いてる、うん、そこにこのお肉の旨味、想像以上にお腹膨れると思う。結構濃いめ、うん、濃いめ。土手煮をめっちゃ食べやすくしてスープにした。なるほどね、いいね、冬はいいね。じゃあおいしい。いやースープ美味しかったな、食べちゃう。うまかった。ちょっとね、お腹もいい感じに膨れてきたということで、大本命のね、海鮮を前にして、今これ酸素医療提供ステーションになってるんですけど、ここが場内市場やったよな。で、場内市場っていうのが豊洲の方に移転したと。で、場外市場は今もなおあるということで、観光客にね、賑わってるわけですが、まさに昔はここ、この奥行ったところに引き込み線っていうのがあったんですよ。今どこにいるかっていうと、ここなんだよね。ここが場外市場で、場内市場ここにあったわけですよ。今なんかほら何も書いてないんやけど、ここちょっと覚えておいてほしい。この形を覚えておいてほしいんですよ。この川があって浜離宮がここね。そうするとこれ1960年代の航空写真見てみると、ほらここが場外市場で浜離宮ここなんですよ。ほらアーチ状になってるこの、これがまさに市場に沿って線路が伸びてたんですよね。ほらここからずっと線路がずっとこうあって、踏切とかもあったんですよ。ちなみにこれが今の写真、ほらちょっと面影あるような、もう建て壊されて、建物自体がないけど、構造っていうのはこういう感じになってたんですよね。このアーチ状に沿ってずらっとこう多分並べられてたんでしょう。でその名残っていうのはほとんどもうないんですけど、踏切が唯一あるらしいんで、それをちょっと見に行きたいね。ありました、踏切が。これね、謎の踏切があるんですよ。すごい、初めて来たよ。自然とあるね、うん気づかなかった。何の変哲もない、このただの道路のところに踏切のこれ、あと唯一これが残ってるんですね。銀座に残された銀座に鉄道踏切信号機。そう、ここにね、皆さん踏切があったんですよ。昭和6年から62年まで。今汐留駅って JR の汐留ってないですけど、ゆりかもめのね駅になってるんですが、当時はあってですね、そっから中央卸売市場、まさに築地市場との間っていうのを引き込み線の踏切用として使用されたと。最盛期には1日150両、かなりの量ですよね。でここお魚たちがいっぱい通ったということですね。で今はもうこうやってね、道路に舗装されてるという現状でございます。地元のね方のすごい熱い要望によって、ここだけはね銀座には珍しい踏切として残されております。確かにここら辺を走る鉄道って全部地下鉄やもんね。だから地下を通るんで、踏切っていうのはなかなかないわけですよ。カランカランカランとなっていた。結構高いな、浜離宮、離宮前踏切って書いてある。ほら本当だ、鉄オタの目はごまかせません警報器、お気づきやな、お気づき。まあだから警報器の異変にお気づきの方はここまでみたいな。で連絡先が書いてあったんでしょう。荷物運搬にはねすごい役立ったということで、こっからさっき見たようにずーっとまっすぐ行って、さっきのあのアーチに続くわけですよ。はい、ということでですね、やってまいりました、築地寿司一番。寿司三昧も行こうとしたんですが、並んでる大並びしてるんで、ここも有名なんやんな。極上本マグロの店、築地寿司市場、24時間営業のお寿司屋さんです。うん。行ってみよう。朝でもね、食べられるっていうのはすごいですよね。メニューも豊富や。キャビア巻きとかあったんやけど、今。ドラゴンチーズオーバーロール。ニューヨークで見たよ。うなぎクリームチーズ。キャビアオーバーロール。ちょっと、めっちゃスキー前に飲酒しとる。乾杯。これ、朝食。乾杯。朝食そうや、朝食って意味わからん。うまい、美味しい。これはもちろんこれロックで、オレンジジュース、オレンジジュースロック。これ何です。こちら大ごとのアワビでございます。アワビでも見たことあるんですか。600円たまらん。2貫で1300円。そう、高級な朝食ですね。このために僕大阪から来ましたからね。醤油の色がツヤツヤですね。関西と違うんじゃん、もしかして。知らんけど動いてる。ほら、これは動いてる。新鮮。これうまっ、新鮮。じゃあ踊りです。もう終わっちゃうけど俺。
もうない。上質、甘い、美味しい。これが大トロか。え、終わりです。いやいやいや、美味しそうやな。中8巻。右からこれ、イクラ、アジか。アジ、エビ、卵、サーモン、ホタテ、ハマチかな。ちゃうな。これ何やろ。ビントロ。ビントロ。そして、マグロですね。分厚いの結構。ああ。うまい。わかるわかる。わさびはね、甘いんっていうか、なんか風味が高いけどツンとはしないよね。鼻に全然。そう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 。カベちゃんはわさびが気に入ったようです。夢中で食うから静かやねんけど。ビントロあんまり普段寿司屋行っても食べないけどね。こっちこっちこっちです。カメラこっちです。食べないの美味しい。どうすか、やっぱアメリカ留学してて寿司はなかなか食う機会ないじゃないですか。久しぶりに食ってどう。あ、そうだ。あ、もうそんだけ恋しかったんや。あ、なるほど。でもやっぱめっちゃうまい。あ、日本のな。日本の宝や。亀山と寿司トントンやな。イクラがやばいらしい。食べてみて。さ、いくらそんなこと言ったってね。イクラの量すごいな。なんか風味が広がる。そう。あ、なるほど、ね。ブーチやって。ああ。イクラ好きやで俺も。そうなんや。いや美味しいわ。確かに一粒一粒でかかったよね。めちゃめちゃ。のんべいです。もう好きやめとく今日。もうやめとこうかもう。まあでもさ、よう考えたらさ、スキー場行ったらさ、食堂でビール売ってるもんね普通に。そう、だからまずだってスキー場ついてある食堂行って。あかんあかんあかん。安全運転してください。安全運転してください。あ、ごちそうさまでございました。美味しかった。もらっちゃいました。お年玉。せっけん。お年玉もらった。お年玉もらった。しかもなんかお兄ちゃんたち可愛いからっていうことで3つももらいました。ピコーシュ。まあ、ほんまに。いつの時代やねこれ。何年前の石鹸やね。めっちゃうまかったよ。いや、めっちゃうまかった。しかもこんな石鹸までもらってしまってね、ありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。これ外国人にも分かるからピコ太郎。確かに。あ、そういうことや。そういうことや。全然古くないわ。そうそうそう。すいませんでした。申し訳ございません。大人気やから。でね、でね、これで終わりじゃないでしょ、そりゃ。はるばる大阪から来てるんですから。当たり前や。ね、卵焼き食べて、そうそうそう、肉スープ食べて、お寿司食べて。僕もちょっとすいません。僕もすいませんけど、ちょっと少なめにしました。はい。なんでかというと、もう一軒行きましょう。行きましょう。はしご。次はですね、この近くもんじゃ。月島が近くにあるんで。月島が近いんよね。そう。月島が。もうね、大満喫。もう東京でやり残すことないよ、もう。帰る。帰っても全然。東京を観光してきたわって言えるね、これは。はいはいはい、ということでですね、東京駅にやってまいりました。月島に行って分かったんですが、これからスキーに僕たち行くんでね、新幹線の時間の関係で。明治4年創業、豊洲市場水産仲卸直営、行ってみよう。もんじゃ焼きでございます。かまい、やばい、いいね、飲むね。瓶のコーラがいっちゃうまいね。じゃじゃん、来ました。こちらメンタチーズもちもんじゃでございます。で、ここすごいのがお姉さん言ってたんですけど、だしにこだわってるそうです。で、ちょっと生クリームが入ってるらしいけど、最近それから行くやつおらんよ。すごい、確かにさ、色がさ、ちょっと白いよな、普通のとこより。楽しみやな。クリーム、そう、クリーミーになってる。もんじゃさ、どれぐらいで食えば、食べればいい。正直もういけると思います。これがいっちゃうまいって決まっとんね。ベビースターも好きですよ、僕は。わかる。ほらいただきます。何がこれで食うの。うまっうまっ、おいしい。クリーミー、クリーミーやわこれ。確かにだしの旨味が、うん、出てる。チーズが焦げて、ああ、めっちゃおいしい。そうなんよ、これね、焦げれば焦げるほどうまくなるんよね。顔がやばそうってるやん。悪すぎやろ、顔が。うまい。それでは、プロによるもんじゃ。これがね、本場のね、
もんじゃ好きです。さっき見たからね、お手本。そうそうそう、いや、うまいよ。もういける。いや、さっき海鮮から焼くんちゃうの。さっきの人がイカから焼いてたで。あ、見て、この寿司君見て。お前、あ、油引くも忘れてた。お前だよ。一緒に今食べるよ。俺引いて、俺、早く早く早く。お前、野菜炒めになってるって。まず縦に並べます。はいはい、こっちは。あ、そうだね。で、なるほどね。ゆっくり開いていく。おお。もう煙えぐいよ。おお。ほら、全然こぼれ、あ、溢れてない。俺に全部来る。それは換気扇の問題です。全部俺に来る。ミストサウナ。いいね。これ。はい、一応上がり。はい。上がり。個人的に何点？6点。自己採厳しい。どう？これ。どっちがうまい？どっちがうまい？さっき。あのね、さっきは。チーズと焦げがマッチしてるんだけど、これ結構焦げ。食べてみ。うまい、うまいよ。ということでね、すごいよ。もうさっき朝来た時と一変、この通り東京駅は大盛り上がりでございます。観光客もたくさんおりましてね。ただもうこの観光客の最中ですね、僕たちはもう一観光終えております。これが始発の実力でございますよ。もう出来上がってるもんね、完全に。今だって時刻が12時半とかなんで、今からもう一観光二観光できるような時間でございました。やっぱ早起きは三文の得とは言いますけどね、まさにこのことかなと。ね、大阪を僕たち始発6時に出発すると大満喫できるということがね、分かりましたね、はい、海鮮も食べて、もんじゃも食べて、いろいろ食べ歩きもすることができたので、あとこれからちょっとスキーに行こうじゃないかということで、これから上越国境を越えてですね、銀世界へ行こうというところで、また動画も上がると思います。ぜひね、そういうところと、あとはまあお得なね、旅行とか旅館の動画等をどんどん出していきますので、どうぞよろしくお願いします。ということで、この始発で東京モーニングツアーはここまで。ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。んバイ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 。熱々の東京ガイドお願いします。東京